どうも、前原です。 WRC6 フィンランドの練習をやっていきます。ですね、 SS1 がねこのコースだっていうのは分かったので、ちょっと他のコースもね、頑張ってやっておきたいと思いまして、でよくよくね記録とかを見てると、こんな感じですね。全然走り込んでないんですね。ここもねこんな感じで、ここはそっか、この間頑張ったんだ、スーパースペシャルステージは。ということで、こっからねちょっとタイムをね、自分のタイムを削っていきたいと思います。ヒヤヒヤ若干高速寄りかな。なので全然ね、フィンランド練習できてないと。でもこの間スーパースペシャルステージはちょっとコツが分かったんで、一個一個タイムをね縮めていきたいと思います。それでは早速ね行ってみましょう。22.26 インデュープレスト、ハンド右にドントカット、キープイン30、左1ドントカット50、右4ショートオープンバーフォーム120、オープンキープイン&左4ロングタイトル、意外ときついな。アンド右3アンド左4アーフォームショートアンドサインイン30コーションハードブレーキジャンクションスクエア右ドントカットオープン30コーションビッグジャンプアーフォーム、フラット左アーフォームオーバークレスト&サインイン50、左3ドントカットキープイン&右3ドントカット70、クレストイントゥ左440コーションブレーキジャンクションスクエア左カット&右4ロングキープインイントゥ左5タイトル3ドントカット、ジャンクションフラット右イントゥ左3ショートアンド右3 30、左3ドントカットプッシュ B イントゥ右3ロングブレーキ、アンド左にカットイントゥ右5アーフォンキンクス120、アンド右3ロングタイトイントゥ左6ショート30、参加左3ドントカットイントゥ右4ショート30、右6ショートコーションブレーキアンドヘアピン左、アンド右4アーフォーム30、左3キープインイントゥ右3ロング、アンド左4ハイトル3キープインイントゥ右130コーションブレーキ、ショートイントゥークローズヘアピン左オープンベリーロングアーフォーム30、右3ロングナロー30、右3ショートイントゥーク左3オフキャンバーコーションブレーク、アンドジャンクションスクエア左オープンオーバースルーゲート40、右3ハイトル1 30、タイトはここか、左3タイトアンドオープンロング、全然ダメですね、
イントゥー左ボーショートハンド右3ロングイントゥージャンクションハンドサインインロングパーフォンイントゥーポーションブレーク右3タイトオーバージャンクションドントカットハンド左4パーフォンオーバークレストオープンハンド左5キープイン43フラットタイトショートオーバークレストハンド左440あれ何引っかかって今右4ハイトドントカットマストフェンスインアンドジャンクション40左4ハイト60フィニッシュあ、意外ときつい、ね、とまあ全然練習できてないわけですよこれかね、全然縮まってないですもんねやり直しフィニッシュ。意外
だよ、きついね。フィンランドってなんかつかみどころがないな。高速って言われてるけど、どうなんですかね。フラフラするのをなくせばまだまだ全然タイム伸ばせると思います。この区間がね本当に結構どこじゃないな、このね左右に本当に切り返さなきゃいけないんで、ちょっと間違うとすぐリアが滑っちゃうし、失敗ですね。なんか無理やり曲がってますね。ヘアピンみたいなのもありますんで、そういうところちょっと嫌ですよね。さて今のはどんぐらいジャンプアップできたんでしょう。とりあえずね2桁入ってきました。まだ25秒も差があるんで、もう一回ちょっとねここ走っておきましょう。あ、ギア比1個下げればよかったかな。そんなに高速じゃないですよね、ここのステージは。では行ってみましょう。30左1ドントカット50。
ート5個パーコン120右3オープンキープイン&左4ロングファイト右3左4パーコンショート&サイン30高所ハードブレーキジャンクションスクエア右ドントカットオープン30高所ビッグジャンプパーコン左オーバークレスト&サイン E50 左3ドントカットキープイン&右3ドントカット70クレストイントゥ左440コーションブレーキジャンクションスクエア左カット&右440キープインイントゥ左5回3ドントカットアンドジャンクションフラット右イントゥ左3ショートアンド右3 30左3ロントカットプッシュインイントゥ右3ロングブレーキアンド左2カットイントゥ右5パーオンキンクス120アンド右3ロングハイトイントゥ左6ショート30きついじゃん、3じゃねえよ。ロードカット、イントゥ、右4、ショート、30右6、ショート、高所、ブレーク、アンド、ヘアピン、左アンド、右4、パーフォーク、30左3、キープイン、イントゥ、右3、ロングアンド、左4、ハイク、3、キープイン、イントゥ、右1、30高所、ブレーク左オープンベリーロングアフォン30右3ロングダロー30右3ショートイントゥ左3オフキャンバー高所ブレーク&ジャンクションスクエア左オープンオーバースルーゲート40右3ハイト1 30ジャンクションアンドサインインロングアフォンイントゥーコーションブレーキ右3ハイトオーバージャンクションドントカットアンド左4アフォンオーバークレストオープンアンド左5キープイン40フラット右ハイト4ショートオーバークレストアンド左4 40右4ハイトドントカットマストフェンスインアンドジャンクション40左4ハイト60フィニッシュ。あ、滑らし方を間違ってるね。木で何も見えない。いまいちスピードに乗り切れてないですよね。
ラップですね。パッとしないですね。できたんだ。じゃ あここは一回やめておいて、次のコースですね。 5.45km と。ちょっと待って、まあ高速っちゃ高速なのかな。マジで難しいよ。そしてね、6の回転が一番怪しい。どのコースでもいい。
ップイン、イントゥー、ジャンプショー、右5、ベリーロック、ハイトル、ショート、イントゥー、左5、アンドジャンプ、オーバークレスト、40。右4、ショート、40、ポーション、ブレーク、ジャンプショー、スクエア、イン、ロンドカット、オープン。アンド左3、30。危ないね、オーバーゲストキープイン、アンドサイン、イン、ショート、イントゥー左1、イントゥー右3、アホン、アンド右3、ショート30、左イン、ショート、アンド右3、キープイン、アンド左3、40、左4、4、オーバーゲスト50、ブラッド右40、ポーション右4、ロング、ハイト、イントゥー、ジャンクション、スクエア、イン。結構長いね、スクエアまで。アンドフラット、プレーコールだな。なるほどね。これはでも、何番ってなの、まあ、22秒ぐらいで走ってんだ。もう一回行きましょう。右4オーバークレスト、イントゥー左4オープン、ショート、イントゥー右4、キープイン40、ハウス左3、ショート、キープイン30、右5、ショート、オーバークレスト、アンド左4、ショート、イントゥー右4、ブレーク、アンド、ジャンクション、右3、アンド左4、オーバークレスト、アホープン30、もう一回こう、いや、もう一回こう、完走してからだな。キープイン30、右4ハイト30、左6イントゥージャンクション、アンド左5オーバークレストハイト4、キープイン30、右4ロングオーバークレストアンドジャンプメイビーアホーク40。あそこのジャンプはやばいね。リターンした、あの最初のまっすぐ行ったところが危険だな。左4オーバークレスト、アホーク30、右6ブレーキ、ハイト3、アンド左4オーバークレスト、オープン、キープイン30、右4ハイト30、左6イントゥージャンクション、アンド左5オーバークレスト、ハイト4、キープイン30、右4ロングオーバークレスト、アンドジャンプメイビー、アホーク40、ロング、イントゥー右5、イントゥー左5、40、クレスト、イントゥー左6、ショート、イントゥー右4、オーバーミスたまり、アンド左3、30、左6、ショート、イントゥー右3、オーバークレスト30、右5、ショート、キープイン、アンド左3、ロング30、なんか微妙な3だな。アンドクレスト、イントゥー左4、ロング、アンドポーション、ハードブレーキ、ジャンクション、スクエア、右、オープン、30、左5、ハイト、ロング、キープイン、イントゥークレスト、アンド右4、ベリーロング、ハイト、40、オープン30、左4オーバークレスト、キープイン、イントゥージャンクション、アンド右5ベリーロング、ハイト3、ショート、イントゥー左5アンドジャンプ、オーバークレスト40。あー、そ最後怪しいな。右4ショート40、ポーションブレーキ、ジャンクション、スクエア右、ドントカットオープン、アンド左3、30、左
オーバークレスト、キープイン、アンドサイン、イン、ショート、イントゥ左1、イントゥ右3、アフォーム、アンド右3、ショート30、左インショート、アンド右3、キープイン、アンド左3、40、左6、ロング、オーバークレスト、50、フラット右40、ポーション右4、ロング、タイト、イントゥ、ジャンクション、スクエア右、アンドフラット右、アンドフィニッシュ。ああ、言ってこう、ゆるーりって曲がってんの嫌いなんで、嫌なんですよね。ここもね、多分全然ノンブレーキのところですね。ここの3がね、3じゃないんですよね。明らかに4なんですよね。ここはちょっと慎重になった方がいいでしょうね。ちょっと下手くそでした。ここもね、なんかもっと、アクセルで最後で減速すればいいんですよね。分かってるけど、フォードラのナビもちょっと変ですからね。ジャンプがあるとブレーキができてなくて、それでちょっときつくなる傾向ありますね。これで何位ぐらいまで行くんだ。350まで上がってきた。大体トップと20秒から25秒差が私の実力のように思えてきました。それではね、また違うところで、やりたいと思います。今週はラリーフィンランドです。練習して少しでも上位目指したいですね。それではまた。